おざっす。おざっす。まあ、水曜日ですね。まあ、水曜日は、まあ、押す日と決めてるので、まあ、こうやってベンチプレスとかをちゃんとやるために、まあ、ローテータカフエクササイズからやります。まあ、ローテータカフエクササイズは、まあ、別で動画撮ります。これはこれでね、一つの動画にします。まあ、なんかピッチャーはね、ベンチプレスしちゃいけないみたいなことを言う人が、まあ、最近は減ったけど、一時期いっぱいいましたよね。もうそんなん全然ダメでしょ。そんなん全然ダメでしょ。ベンチプレスやんないと合理的になんかなれないでしょ。いや、ほんとできるだけベンチプレスでやった方がいいんですよ。できるだけベンチプレスでやった方がいいんですよ。早い段階で大胸筋を強化しておかないと不利になる。あまりいい結果は望めない。まあ、不利になるというか、まあ、ほとんど障害予防でやってますね。まあ、とか言ってるんですけど、まあ、最近はちょっとね、肩の調子が悪くてちょっとコンディション悪くなっちゃったんですけど、まあ、でも、まあ、ベンチプレスとかはじめとした胸のトレーニングは、まあ、それだけやってればいいってわけじゃないんですけど、まあ、やった方がいいですね。できるだけやった方がいいですね。まあ、自分のこの今の肩の不調、肩ちょっと痛い理由が、なんだろう、まあ、肩のコンディション不良、肩周りのコンディション不良で、特に、まあ、上腕骨、二の腕ですね。二の腕をなんだろう、内側にこう巻いていくというか、内旋っていうんですかね、その動きがすごく硬くなってるなっていう風に最近思って、まあ、ストレッチをね、結構そこをしっかり重点的にやりました。まあ、最近キャッチボールで6割程度の力なら痛くはなくなってきましたね。で、その最後に野球の試合で投げた時は本当痛くて、まあ、どちらにせよ復帰には近道はないということですね。決して近道はないということですね。つまり遠回りをすることでしかたどり着けない。ユンケル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 でしょ。